こんにちは。ただいまから足首のテーピングを巻きます。で、これアンダーラップと言います。アンダーラップをこうやって網目がいっぱいあるんですけども、こうやって少し引っ張った状態で巻くと、これが離した瞬間に網目にこうやって引っかかってちゃんと固定されるんで、このテープ少し寄ってもらえますか。はい、外くるぶしから始めます。で、こういうふうに少し引っ張った状態で8の字を巻いて、そこから内くるぶしを通ってかかとを引っ掛けるように巻きます。で、アンダーラップはこのように15センチぐらい引っ張った状態で巻きます。で、また今度外くるぶしからかかとを通ってかかとを引っ掛けて巻きます。で、この時かかとが開いてるようでしたら、そのまま巻き上げてください。で、そのままふくらはぎの方へ、ふくらはぎから10センチぐらいのところまで巻きます。これがアンダーラップの巻き方です。それから伸縮のテープ、手で切れます。このテープで一番最初、くるぶしとくるぶしを結んだ線の少し上ぐらいのところから、あまり引っ張らなくてもいいですけれども、アンカーテープと言います。これを2本ぐらい巻いて、皮膚に直接アンダーラップからはみ出るぐらいに巻きます。で、この状態から当院ではスターアップといって、足首をこう捻挫しないように予防するためのテーピングを巻いていきます。最初にこれぐらい引っ張り出しまして、かかとに、かかととそのアンカーテープの長さぐらいを合わせて、かかとの中央かけて内側から貼ります。そこから外くるぶしを通って上の方まで切ってから、少し引っ張り上げながら貼ります。で、しっかりくっつくように。で、かかとの中央でまたここに引っ張り出したものを交差するようにして、後ろから斜め前に V の字になるように貼ります。今度は逆にまた引っ張り出しまして、かかとに合わせてくるぶしの前の方からかかとを通って、今度外くるぶしの後ろにまた V の字に巻きます。で、かかとを支点にしてまっすぐとこう V の字になるようにします。で、このテープもずれないようにするためにまたアンカーテープを巻きます。で、ここから当院ではメデリップという伸縮性の、また手で切れるテープなんですけど、このテープで最後固定します。外くるぶしからスタートにします。で、少し寄ってきてもらえますか。少し上の方から取ってもらって、外くるぶしから土踏まずに向かって巻くんですが、土踏まずでも中央じゃなくて、かかとに近いところ、かかとに近いところの土踏まずに向かって外くるぶしの方に出てきて、足の甲を通って数字の8、フィギュア8という巻き方をします。で、次の巻き方、ヒールロックっていうんですが、ここのかかとの前面のこの真ん中のところをセンターと名付けます。このセンターに必ず来て、
ここからこの次の巻き方、ヒールロック、かかとをロック、引っ掛けるっていう意味ですね。内くるぶしを通ったらかかとを通って内側にヒール、かかとを内側にロックします。でまたこのセンターに全部戻ってきます。今度は外側のヒールロック、外くるぶしを通ったらかかと、ヒールを外側にロックします。でセンターに戻ってきて、外くるぶしに戻ってきたら1セット、これをもう1回巻きます。外くるぶしから土踏まず、もう一度また上から取ってもらえますか。外くるぶしからかかとでも、あ、土踏まずでもかかとに近いところの土踏まずに巻いて、そのまま外くるぶしの方に出てきて数字の8で、これはなぜするかというと、ここに長い骨が5個あります。中足骨という骨です。で、これの小指の中足骨にかかると痛くなります。そうすると痛くなって途中でテーピングを取らなきゃいけなくなりますので、なるべくこの8の字のフィギュア8はかかとに近い土踏まずを通るようにしてください。これがポイントです。で、かかとだけ固定して指は動かしてください。自由自在に動きます、これだと。はい、これはポイントです。で、8の字を2セット目巻いて、またセンターに来ます。内くるぶしを通ったら、内側にまたヒールをロックします。またセンターに戻ってきて、外くるぶしを通ったら、外側にヒールをロックします。で、そのまま、あとは全部巻き上げます。この時も、10センチから15センチ引っ張り上げながら、すべてのテープは巻きます。余るようでしたら、もう一度8の字を巻いてもらっても結構です。これで終了になります。5本の指掴んでみてください。このようにかかとだけしかロックされないので、指は自由自在に使われます。これで当院での足首のテーピングの巻き方は終わります。